決場明けの前回コーチではれんがらみなく終わっていますがさてここは後方からどう動いていく残り2周回そして3番山本玲奈が最後方からとなっています幾分気配をよく3番の山本さあ後方からでも先行勝負はあるのかどうか残り2周2コーナーからバックス7番内村先頭レースは打者を迎えますさて6番手から先に6番田中から上昇 前7番の内村若干ピッチを上げていきますがここで叩いて6番田中が先頭ですこの後ろ2番の石井が切り替え取っていくさあここで2番手から2番の石井がアタック後ろを7番内村追走した最終周回ですできって2番の石井が先頭これ2番取ったのが7番の内村インコース6番田中は3番手に交代4番とを1番渡辺が追走して最終バックさあ先頭を飛ばしていく2番の石井貴子この2番で食い下がる7番の内村まおり 3番手は車い手6番田中茉で4コーナーから直線コースへ向きました2番の石井貴子が先頭です2番と七7番の内村3着1番渡辺で合流2番7番1番です